クマが見つかったのは、藤宮市北部の山林で、今朝シカやイノシシ用の罠にかかっているのを猟友会のメンバーが見つけました。罠にかかったのは、親子とみられる月のワグマ2頭で、1頭が全長122センチほど、4歳から5歳のメス、もう1頭は全長は83センチの1歳前後で、麻酔銃で眠らされた後、捕獲されました。 県内では月のワグマの狩猟は自粛となっているため、二頭は業者が人のいない山の奥へと戻しました。藤宮市では熊の目撃情報が相次いでいて、捕獲作業中にはこんな場面も。罠にかかった熊の近くを、もっと熊が動いています。現場では罠にかかっていない別の熊も目撃され、関係者に一時緊張が走りました。 その後、熊は離れていきましたが市は引き続き注意を呼びかけています。